デスカッションと申します。1977年に登場したナイキのランニングシューズ、ワッフルレーサーを語りたいと思います。初期のナイキを代表する発明であるバウアーマンが考案したワッフルソール。このワッフルソールが採用され、市販されたナイキのシューズはいくつもありますが、その始まりは1973年に登場したオレゴンワッフルになります。ナイキにはモデル名にワッフルと付くシューズがいくつも存在しますが、復刻がされていないものも含めざっくり羅列してみると、オレゴンワッフル、ワッフルトレーナー、ワッフルトレーナー2、ワッフルレーサー、ワッフルレーサー2、イーグルワッフル、ウォーリーワッフル、スノーワッフル、ACG のロックワッフル、最近のモデルではワッフルクルーザー、ワッフル1、DMSX ワッフル、それに堺コラボの LD ワッフル、ベイパーワッフル、さらにワッフルレーサーの派生モデルもいくつかありますし、もう何のことやねんという感じです。もちろんワッフルソールが使用されていてもモデル名にワッフルがつかないものもたくさん存在します。完成自体は72年にしているワッフルソール。一般販売されていないムーンシューは省きますが、このソールを搭載した代表モデルである3つの時系列としては、1973年にオレゴンワッフル、1974年にワッフルトレーナー、1977年にワッフルレーサーという流れです。なので普通に考えると、ワッフルトレーナーの改良版がワッフルレーサーと思いがちですが、立ち位置としてはオレゴンワッフルの後継モデルにあたります。というのもワッフルトレーナーというモデルは74年に登場したワッフルトレーニングが名称変更されたものであり、モデル名通りランニングシューズの中でもいわゆるレース用ではなくトレーニング用になります。このワッフルトレーニングからワッフルトレーナーに名称が変わったのは1975年かと思われます。またワッフルトレーナーのアッパーデザインは大彫りのデザインがベースになっていて、このことからワッフルソールを採用され、ワッフルという名前がつきながらもオレゴンワッフル直系の改良モデルではありません。なので兄弟的な扱いがされることもあるワッフルトレーナーとワッフルレーサーは全く別物のモデルだと言えるのです。ナイキのワッフルソールを世に広めたのは爆発的に売れたワッフルトレーナーではありますが、私が好きなのはワッフルレーサーになります。ワッフルトレーナーはアイステイの先端の形が特徴的で、ワッフルレーサーに比べてシルエットがシュッとしています。ワッフルトレーナーはナイキ好きからすると完全に大彫り、要はボストンのアッパーだと感じると思いますが、一般的にはパッと見コルテッツと見間違うかもしれません。その時はワッフルソールかそうでないかという点で判断すればいいと思います。またワッフルトレーナーは後に出てくる多くのナイキの乱収にもデザイン的に多くの共通点があり、ある意味オレゴンワッフル以上にワッフルソールの代名詞的存在にはなっていますが、発売当時のワッフルソールの衝撃を知らない私にとっては終端が筆記体のないキロゴになってるところはグッときますが、良くも悪くも見た目的にザ・平均点という感じのモデルです。怒る人も多いかと思いますが、あくまで主観です。一方ワッフルレーサーですが、個人的には大好きなものの誰にでもおすすめできるとは言えず、そのデザインはお世辞にもスタイリッシュとは言えませんし、ナイキのレトラン好きでない限りはその見た目的にかなり好き嫌いが分かれるモデルかと思います。まあ俯瞰で見るとしゃもじに似た不細工な形をしていますが、この少しどんくさい感じのシルエットがたまらなく好きなのです。そしてワッフルソールの頭部分がサイドまで巻き上げられて、これでもかというほど主張することで、スーッシュとのバランスも悪く、配色次第では
コーディネートも地味に難しいという何とも言えない佇まいで、明らかに黒男好みだと思います。もちろんオレゴンワッフル直系の後継モデルなことからナイキファンには好きな人も多いかと思いますが、どうしてもオレゴンワッフルという親の七光なイメージは拭えないですし、発売当時ワッフルトレーナー並みには売れなかったと推測できます。ですがオリジナルの販売期間としては少なく見積もっても1984年までは単体での広告も存在しているので、70年代リリースのナイキのランニングシューズとしては比較的長めではあります。1977年に登場したナイキのランニングシューズといえば、まずエリートや LD1000V が出てきますが、言わずもがなこれらのモデルの方がワッフルレーサーより圧倒的に人気でした。ちなみにこの77年というのは日本でナイキシューズのオフィシャル販売が開始された年でもあります。またワッフルレーサーがリリースされた後も前身モデルであるオレゴンワッフルは80年頃まで販売が続いていたことを考えると、機能的にはワッフルレーサーの方が優れていてもオレゴンワッフルにはしっかりとファンが定着していたこともわかります。ただ80年代に入り北米でのランニングブームが終焉したことで、あくまでタウンユースということを前提とした時にオレゴンワッフルを筆頭にワッフルソールが搭載されたランニングシューズは全て廃盤を経験し、廃盤せずに残ったのはシンプルなソールのコルテッツというのも皮肉な話です。ワッフルレーサーのオリジナルのファーストカラーといえば鮮やかなグリーンアッパーに黒のスウッシュです。ちょうど同じ年にコンバースからリリースされた青リンゴことスターファイヤーの色にも近いライトグリーンです。他の70年代のナイキのランシューと同じくカラフルなカラーリングが採用されていますが、ナイキのランニングシューズカテゴリーで派手なカラーリングが一気に増えてくることになるのは1975年あたりからです。カラーリングという意味でも70年代はランニングシューズ業界にとって変革期と言えるんではないでしょうか。ただ最初のリリース時にはこのライトグリーンしか出ておらず、その後どのタイミングでインラインでのカラー展開が増えていくのか不明です。少なかったことは間違いありませんが、これは SMU モデルが数多く存在したことが理由で、私程度の知識ではどれがインラインかがわからないためです。勉強不足ですみません。ナイキのレトラン好きの人だとこの明るいグリーンカラーを見てエリートやメンズ版のミエカのイメージが強い人もいるかと思いますが、ミエカはそもそも復刻されていませんし、エリートに関してはスウッシュが黒になったものは出ていたような記憶がなく、自分の中では断然ワッフルレーサーカラーという認識です。ですが元も子もない発言をすると、特段ファーストカラーのグリーンが好きだということでもありません。海外では結構多くのカラー展開がされてるので選ぶ楽しさもありますね。ただワッフルレーサーでは選ばない配色というものがあります。それはわずかに見えるミッドソールの白部分があることで、巻き上げられた黒色のワッフルが映えることもあり、ギャルソンコラボのようなトリプルブラックなどワントーンのカラーリングには惹かれません。全てを真っ黒にしてしまうと魅力が半減します。もちろんオールブラックという配色自体はかっこいいのですが、このワッフルレーサーでは求めておらず、これはワッフルレーサーならではの個人的な好みです。オレゴンワッフルよりもランニング時により安定させるためにソールの面積を拡大し、ミッドソールの素材は EVA を採用し、軽量化も図られたワッフルレーサー。70年代後半からリリースされたナイキのランニングシューズにはこのミッドソールに EVA が採用されていきます。ナイキのワッフルソールを携えたモデルたちはワッフルトレーナーの登場後から本格的にプロや
シリアスランナーの間で話題になっていったわけですが、一般人に広がったランニングブームに合わせるように77年にワッフルソウルのキャンペーンやプロモーションを大々的に行い、その有効性の宣伝に力を入れていることがわかります。そして多くの一般人ランナーにも普及していくことで、特に北米でその存在感を絶対的なものにしていき、70年代後半のランニングシューズ市場でアディダスを蹴落とすために、本格的なナイキの猛追が始まるというわけです。70年代はランニングブームが起こることで、様々なメーカーがランニングシューズ市場に参入してくることになり、歴史上一番群雄割拠していた時代です。最盛期の77、78年頃には世界でフットウェアブランドが約480社ほど存在し、ソウル戦争とも呼ばれてたほどです。そんな70年代のソウル戦争で頭角を現したナイキのワッフルソウルは、当初福岡にある日本ゴムでも作られていたことも忘れてはいけません。このワッフルソウルに関して愛用者の方はご存知の通り、頻繁に履くと消耗も早く、中途半端に部分的に削れるとバランスが悪くなり、むしろ歩きにくくなったりさえしますからね。週に1日2日程度の着用なら長く履けますが、頻繁に履き倒す場合は歩き方によっては寿命も早く、ワッフルの修復も個人レベルでは難しいので、この点はワッフルソールのモデルの大きなマイナスポイントです。おかげで購入からだいぶ経っている堺コラボの LD ワッフルに関しては、ソールの消耗を防ぐためにほとんど履くことができていません。シュータンは70年代までのナイキシューズによく見られる中のホームがむき出しになった切りっぱなしタイプです。オリジナルではちょうどリリースのタイミング的にナイキロゴがブロック体に変更になってしまいましたが、筆記体ロゴであればなお良かったんですけどね。復刻モデルではあえてシュータンやヒールトップのロゴを筆記体にしてレトロ感を出していますが、これはオリジナルとは違うのです。ロゴ単体で見ると別に好きではないナイキの筆記体ロゴですが、昔からなぜかシュータンに入る場合は筆記体の方が好きです。これは10代の頃に古着屋などで見た70年代のオリジナルのナイキのランニングシューズのオーラが半端なかったからでしょう。これも時期が明確ではないのですが、おそらく90年代にはまだ復刻がされていなかったはずなので、初復刻は2000年代初頭ではないかと思われます。また偉そうに語っていますが、私個人としては純也渡辺とコラボした頃にはまだそこまでワッフルレーサーに興味がありませんでした。これがファーストカラーが特に好きではないことにもつながってるんだと思います。10年ほど前から急激に好きになったレトロなランニングシューズで、自分の中ではかなり珍しい遅咲きの一足です。そのきっかけになったのが、イギリスのサイズ限定で発売されたワッフルレーサーを画像で見てです。もちろん70年代のランニングシューズはいくつか好きなモデルはありましたが、この時に出た復刻モデルのカラーリングに目が止まり、ここからワッフルレーサーへの愛が強まっていくというわけです。またこれも明確な年は分かりませんが、80年代に入ってマイナーチェンジされてワッフルレーサー2が登場してきます。ワッフルレーサー2はワッフルレーサーより復刻される頻度が多い気がしますが、オリジナルモデルに関しては古着屋などでも実物を見たことすらなく、私の中では地味に謎に包まれています。オリジナルのライトグリーンの復刻は直近では2016年にリリースされていましたが、シュータンのナイキロゴがレインボーカラーになっていて、何なんだこれはと思い当時見送りました。しかしあれから6年経ち、年齢的なことが大きいですが、現在はこのカラーリングを街中で履けるかが微妙なところですね。
ワッフルレーサーは派生モデルもそこそこ存在しますが、最近新しく出てきたワッフルレーサークレーター含め基本的に興味がありません。例に漏れずローシバージョンもありますが、やめてくださいと言いたいところです。ただ派生モデルの展開もそれなりにあることを考えると、ワッフルレーサー自体若い世代に人気がないことはないのかもしれませんね。どうなんでしょうか。どうしても復刻されるたびに売れ残ってセールで叩き売られてるイメージがあるんですけどね。だいたい15年くらい前のナイキ ID ではワッフルレーサー2をベースにオリジナルカラーで作れた期間があったのですが、あの時に今ほどワッフルレーサーが好きだったら 2,3 足は作ったでしょうね。当時のナイキ ID は現在のバイユーとは違い、選べるベースモデルの種類が多かったのが非常に良かった点です。時期的にスニーカーが下火になっていた時代だったので、こういうことも可能だったのでしょうけども、ナイキだけに限らず、いわゆるレトランというカテゴリーは自他ともに認めるスニーカー好きの間でも好き嫌いが分かれるものになりますが、その温度差が20年前に比べても広がってる気すらします。当然売れる売れないは復刻されたモデルの完成度にも左右されるとはいえ、現状のようにコラボモデルにおんぶに抱っこという状況はあまり見たくありませんね。レトランカテゴリーを取り上げるのは一般的にはあまり需要がないかと思いながら、このチャンネルはあくまで私が好きなモデルを紹介していきますので、今後もそれなりに出てくると思います。もう少し多くの人に興味を持ってもらえるといいんですけども、逆に定番モデルや一般的に人気があるモデルであっても個人的に好きではないモデルも比較的多い方なので、それらのモデルは紹介することはありません。そもそも興味のないモデルは何も語れませんしね。以上、ワッフルソールを携えた70年代のナイキのランニングシューズであり、オレゴンワッフルの後継モデルであるワッフルレーサーの紹介でした。今回はこんなところです。ご視聴ありがとうございました。